と最初に頭に入れておいていただきたいのはですね、このテンフォルトハーモニカっていうのは実はこれ消耗品なんですよ。一生ものではなくて、壊れてしまうと、まあ直し方もあるんですが、大概の方は買い替えるということになります。まあ、最高のハーモニカっていうのはちょっと言いにくいんですよね。その人によって好き嫌いがはっきり分かれるんですよ。相性があるんです。あの人あんな使いづらいハーモニカ使ってんのとか、やっぱりあの人もあれ使ってんだ、あれいいもんね、なんてことは結構あります。やっぱりね、大量生産されたものとはいえ手加工でやる部分が随分あるんで、前回すごい良かったんでもう一回買ったんだけど今回の良くないよってこと結構あるんですよ。もうね、極端に言ったら野菜みたいなもんです。今年のあの工場の出荷されたハーモニカすごいいいよねみたいなことが結構あります。私ハーモニカを作ってる会社、まあいっぱいあるんですけど、私は大きく分けてこの4社、トンボさん、鈴木さん、これは日本の会社です。でホーナーさん、サイドルさん、これ海外の会社、ドイツの会社になります。この4つの会社の楽器を僕はよく使うんですけど、会社の性質の違いを最初に紹介させていただいて、こういう特色のある会社だよ、だからこういうハーモニカ作ってるんだよっていう紹介の仕方で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず最初、株式会社トンボ楽器製作所、トンボさんですよ。はい、まあ、大定番です。私がね最初に買ったのもやっぱりトンボさんのハーモニカです。で、僕が思うねトンボさんのイメージっていうのはこれです。どんな姿勢でも音が出る、小さなお子さん、お年寄り、教室をおすすめ、大定番、ハーモニカ界の学用品店、こんなイメージ持ってます。僕はですよ、イラストだとこんな感じね、なんか文房具の中に入っててもおかしくないハーモニカ、まずこれです。はい、これですね、メジャーボーイと言います。はい、このメジャーっていうのは長調のことです。ちなみに短調のモデルはマイナーボーイと言います。ベンドを習得するのに一番いいのがこのメジャーボーイです。はい、エアロリード、こうピッカピカですこれ。はい、ですんごい重いですこれ。はい、なんかね SF に出てきそうな感じ、なんかクリスタルボーイみたいな、すんごいハーモニカですこれ。なんかねこうパツンと音ですね。フォークブルースマーク2と言いますね。これね映像だとちょっと見えづらいかもしれないですけど、この彫刻がもう日本製とは思えない英国のねクラシカルなデザインです。こういうところのね処理もなかなかいいですよね。なんかね軽やかなんですよ、なんかもう風みたいな。はい、だからねなんかカントリー&ウェスタンみたいの向いてるかもしれないです。オーナーさんという会社です。はい、ドイツの会社で、まあ初めて僕もあの海外の入門というのを買ったので、やっぱり日本製品と随分違うなという印象がありました。かなり違うのはやっぱり、ね、肺活量だよね。体がすごい大きな人向けに作られたものなんで、ちょっと苦しかったっていうような印象があります。はい、でホーナーの僕が思ってる印象ね、作りは粗いが丈夫です、目指すはエンジョイミュージック、何より強みはかっこよさ、ハーモニカ界のジーパン屋だと僕は思ってるんです。はい、もうこんなイメージね、ベルトとかポケットが、まあ、こんなハーモニカないですよ。もうイメージがね、もうジーパン屋さんなんですよ。です、ね、後にも先にもこれです。ブルースハープ。ね。と思われた方いると思うんです。はい。これね、テンフォルトハーモニカっていうのが楽器の名前なんですけど、実はこのブルースハープが普及しすぎちゃいまして、テンフォルトハーモニカのことをブルースハープって呼んじゃおうぜって、こうなっちゃったんです。トンボさんとか鈴木さんとか頑張ってハーモニカ売ってもね、お宅のブルースハープいいですよねって言うと、ブチって切れるわけですよ。はい。で、そこら辺今回ね、このハーモニカフェをご覧になった方はちょっと意識を変えていただいて、ブルースハープっていうのは商品名です。はい、これです、スペシャル20。はい、今のブルースハープとどう違うのっていうと、ブルースハープのプラスチック版だと思っていただいていいと思います。非常に使いやすいモデルです。でデザインはさっきのブルースハープより幾分ちょっとシンプルな感じですけど、やっぱりかっこいいです。あとまあシュガーブルーですよ。はい、ああいうやつです。もうパッと音が出るんで早吹きにやっぱり向いてるんですよね。ゴールデンメロディー、はい、これも非常に特徴的なのはここ丸いんですよね、四つ角が。うん、
で、テンボルズハーモニカって、まあ、ギュッと持つんですけど、どうしてもね、ここ四つ角が刺さるんですよ。だから手が痛いんです。で、このゴールデンメロディだけがギュッと握るんですよ、柔らかくて。はい、ハーモニカってでも、あれと肺活量をこう目いっぱい使ってガーってやると音が割と出なくなっちゃったり、楽器壊れちゃったりするんですよ。そういう意味ではこれかなり強い息に対応できます。はい。でね、代表的なプレイヤーの中に、サニーテリーという方います。はい、クロスロードのね、あの人ですよ。あの人ですね、株式会社鈴木楽器製作所さん。はい。で、まあ、トンボさんと同じく日本のメーカーさんなんですけど、かなりやっぱり会社のカラーが違います。はい。で、僕が思うね、僕が思う鈴木さんのイメージですけど、達人マニア御用達、姿勢正しく真剣に、常にチャレンジ発明家、これが僕が持ってる鈴木さんという会社のイメージです。はい、ハーモニカ界の東急ハンズ。なんかね、こういうことで困ってるよとか、こういうハーモニカないかなって悩んでるよっていう人が、ひょっとしたらハンズ行ったらあるんじゃないかなと思うところがあります。で、僕もね、ハンズってやっぱりしょっちゅう行くんですよ、なんか探しに。で、そういうイメージが鈴木さんであります。なんか困った時に鈴木楽器出してないかなと思ってこう調べると、万事、はい、これですね。で、面白いのはこのコームっていう部分ね、これがちょっと特殊な素材で、プラスチックと木の合成素材なんですよ。だからプラスチックの気密性と、まあ、木のその空気をちょっと抜けさせるような、ナチュラルさ、それを両方合わせ持っているモデルです。小さい息でも大きな音が出ると。はい。あんまり息がいらないででっかい音が出る。まあ、なんていうか、鳴りがいいってことですよね。僕もよく使ってます。オリーブ。ねえ。はい。ちょっと女性的なイメージがあるモデルです。はい。でこれね、映像だとちょっと、分かりづらいかもしれませんが、深緑です。はい。なんかね、日本庭園に合いそうな。そういう感じです。完全に和というイメージで作られたモデルだと思います。滑らかな音です。こういうの合うと思います。ハモンド、はい、ブラックモデルです。完全にブラックです。やっぱりね、黒いもの自体かっこいいってのがありますけど、これ特にやっぱりかっこいいです。ハモンドっていうのはハモンドオルガンね、ハモンドオルガンのハモンドです。鈴木さんはいろんな楽器作ってまして、今ではハモンドオルガンの製造販売も鈴木さんでされています。なんか哀愁の、ある曲が合うと思いますね。サイドルさんという会社です。はい、僕もね、実を言うと3年ぐらい前に初めて使い始めた、ハーモニカです。はい、でとても、いい楽器をやっぱり作ります。でさっきのホーナーさんと同じくドイツの会社で、まずここです。1847年設立、一番古いハーモニカの会社です。歴史がやっぱりかなりあります。で、僕がね、まあそんなにまだ3年ぐらいのもんなんで、そんなに分かんないながらも、サイドルさんに持ってる印象っていうのは、これです。世界で最古の存在感、見た目シンプル、素材で勝負、メンテ長持ち、職人仕事。ハーモニカ界の家具屋。なんかね、もう、なんか、家具職人の人が作ったハーモニカみたいなイメージなんですよ。ね、もちろんこんな椅子ないですよ。ここから音が出るような椅子ないですけど、何かこうデザインにしても素材にしても考え方が家具っぽいんですよ。はい、こちらです。ソリストプロ、ちょっと一回これ止めたいと思います。はい、まずここ見ていただきたいんですけど、はい、テンボルズハーモニカの特徴であるね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう字が、数字が振ってないんですよ。はい、この色つやがもう全然いいんです。はい、でこの金属の部分もかなり分厚いんですよね。で頑丈なんですよ。ペコってよくね、テンボルズハーモニカってへこんだりしますけど、そういうことはやっぱないです。はい、はい、でこのソリッドプロっていうのは他のテンボルズハーモニカと、比較割としやすいモデルなんで、これおすすめです。割と値段も値頃な方です。はい、1847、はい、先ほど、出てましたの会社の年号がネーミングになってます。はい。シルバーというモデル。これ実際に周り白いんでね、僕はまあ最近までホワイトって呼んでたんですけど、名前はシルバー。1847のシルバー。この1847というシリーズは、決定的に違うのは、音が出る部分、揺れる金属がリードって言いますけど、これがハーモニカっていうのは真鍮なんですよ。で、このリードが実はステンレスでできています。はい。ということで、鳴りがかなり違います。
まあステンレスっていうと、なんていうのか、台所でね使われる素材なんで、もうまるで響きが違います。吹いてる方はね、全く違う実感を持ちます。ノーブル、ノーブルってのは貴族のことです。ほんで名前の通り、まあ最高級モデルだと思って間違いないと思いますよ。で、何十万とかそういう、成金モデルじゃないです。しっかりと、使えるモデルなんですけど、やっぱりかなり金額がお高いです。で、やっぱりフルメタルのハーモニカでかなり重いです。うん、でね、まあ素っ気ないデザインですけど、手に持った時に、あ、これ間違いない高価なものだって分かります。なんかね、もう口当たりというかね、耳当たりというか、もう最高。